始まってる、はい、皆さん大変お待たせいたしました。油断してました。第2回ベストワンカップ準決勝4回戦の模様をお送りいたします。4回戦の実況を担当いたします最高位戦日本プロ麻雀協会の樋口清香です。よろしくお願いいたします。そして4回戦の解説者をご紹介いたします。日本プロ麻雀協会、木原浩一プロです。よろしくお願いいたします。はい、そして初代天鳳院アソピンさんです。はい、よろしくお願いします。普段ないですけど普段ないですけどすいません。はい、大丈夫です。いやないですがアソピンさんです。よろしくお願いいたします。これより4回戦が行われます。4回戦の配信卓は昨年度優勝日本プロ麻雀協会田之内翼プロ、またしても登場ですね。はい、第13期称号特別シード選手押田幸男プロ、昨年度第3位日本プロ麻雀協会サイコロ太郎プロ、関西協会推薦選手日本プロ麻雀協会谷口康平プロの対局となります。まもなく対局が始まるかと思います。もう始まってますね。はい、はい、よろしくお願いいたします。ざっくりポイントとか言った方がいいんじゃないですかね。そうですね、はい、現在ですね、田之内プロプラス 101.3 ポイント強い強い。うん、そしてサイコロ太郎プロがプラス 23.0 ポイント、うんうん、そしていい、はい、谷口プロが、マイナス 118.8 ポイント、そして押田プロ 111.5 ポイント、マイナス100、あ、マイナス、マイナス 111.5 ポイントですね。はい、押田プロもかなり苦しい状況といったところになっております。押田谷口はもうトップ条件、トップ条件ですね。はい、4回戦ですから、うん、5回戦では、敗退があるんで、はい、半分敗退になっちゃうんでプラマイゼロぐらいは最低ないと敗退になっちゃいますよね、うん、そうですね。 100ポイント以下、100、マイナス100なので今、はいはい、トップを5万点トップで50、はい、2戦で100返すって相当ですけど、うん、そうですね、それ狙うしかないですね、いくしかないですよね。はい、まあ、でも上が偶然突き抜ければねボーダー下がる可能性もあるので、はいはい、まだここは諦めない、うん、そうですね、はい、ですね。まあ、トンの一曲、並びの方がですね、ちーちゃがサイコロ、なんちゃ田之内、しゃちゃ谷口、ぺーちゃ押田の並びとなっております。現在親番がサイコロ、ドラが9番です。見るたび田之内トップだったんですけどね、うん、どうでしょうね。さっきちょっと取りこぼして2着だったって言って反省してましたけど、ね、あ、なるほど。それでもこのポイントですからね、うん、もうあの人いつも反省してますねやっぱりでも、ね、うん、理想が高いからいいんじゃないですか、うん、まあそうですね。さあ、田之内今回はちょっと手配悪かったんで、うん、ちゃんたけですかね。そうですね、はい、守備も考えて自敗を残す感じ、うん、谷口さんがイーシャンテン、イーシャンテン山を切りました、山を切りましたよ、はい、イーシャンテンの、はい、はい、まあ、点数考えるとそうですね、打点考えるともう思い切って E1 とチュンと切って単品系っていうのもありっちゃあるかもしれないですけどね、はい、あ、3回戦まで終了 のポイントが出てますね。なんか横に広いのが、はい、あ、違う、3回戦まで終了、はい、現在1位の方がプラス 122.8 ポイント上田選手となっております。続いて田之内プロですね、という形です。はい、1回戦3着だった堀さんがもうプラス 72.1、さすがですね、今日は巻き返してきましたね。うん、前評判もめちゃくちゃ良かったですかね。さあ、こちらテンパイが入りました。リーチドラ、うん、はい、リーチドラ換算ピンですね、はい、リーチが入りました。デイちゃんがリーチって感じですかねデイちゃんリーチですか、はい、これはお、追っかけリーチ、さあ、追っかけリーチが入りました。こちらはリアムピン、谷口の追っかけリーチ、うん、間違いリアムピン、結構リアムピンガードしてるから意外といい勝負なんじゃないですかこれ、かもしれないですね。3ピンが、うん、2枚、あ、意外と3ピン2枚リアムピン4枚、うん、さすがに倍差あったなリアムメントカンちゃんですから、他に押し返しはなさそうですよね、うんうん、そうですね、この二間地で、このうちはもう最初から出じまい気味でしょ。押田さんもさすがにちょっと今回はって感じですかね、はいはい、そうですね、チート入れ粘りたそうですけど、うん、うん、押田マジック出ないですかね、これだとさすがに出る前に決着ついちゃいそうですけどね、大体、はい、現在のトータルポイントの方が今下の方に出ております。はい、サイコロは6番手、あ、6番手打った、あ、打ちましたね、うん、リアンピンの方が勝ちました。リーチピン風裏ドラが1枚乗りました。3900の出上がりです、はい、サイコロもここ沈むわけにはいかないですよね、はい、うん、
まあ、財布は比較的まだフラットな立場ではあるんで、はい、うん、はい、ではなんとトンの2曲、親番が田の内、ドラがいいそうです。5回戦で1人抜けるということは田の内は、ね、それを狙いたいですね。そういうことですよ ね、 すね、まあ、狙えたら狙うし、うん、別にそれにこだわりはしないんじゃないですか、うん、そんなにポイント、まあ、今ぐらいに100ポイントぐらい持ってたらさすがに通過だろうとは思ってると思うんで、うん、まあね、そうですね、はい、うん、決めちゃいたい気持ちもあるだと、うん、とは思いますけど。そうですよね、うん、でも決めきれずにあの通過できなかった人それは今年の僕なんですけどあ、そうなんですか、はい、2000点足りずにジャンプアップを逃して次のハンチャン出すって負けるっていう、うん、あそれは勝負に行って負けてしまったということで、うん、勝負に行かずに負けちゃったんです。そうそうそう、行かずに負けたあ、なるほど、1日寝込みました寝れないやつですね、うん、は立ち見るのか、そう、見学 OK ですね、はい、はい、レストランカップ見学自由になってます。はい、あ、田の内親番で一応いいシャンテン、はい、田の内はあれですか、あの先生リーチは打つタイプですか。どうでしょうね、このカンパワンとかあんまり打つ印象はないんですけど、見てた感じ、そうですよね、うん、そういう印象あるんですけどね。あ、これでもう一通に変化して、はい、はい、うん、協会員にしては珍しいかな、うん、タイプかな。そうですね、結構安定した感じの、はい、はい、こう打点を作るか、こう両形にするですか、っていう形ですよね、を目指すみたいな感じですね、うん、まあ、この手にしてもその手代わり全くなければカンパワーに位置してたかもしれないですけど、はい、今回一通とかの、あの、ということは、はい、手代わりもあったんで、ニャウソー、ニャウパーソー、サブロッキーソー、右はリーチせずだったと思いますね。なるほど、あ、高春に会いたい、あ、高春不足すいませんすいません、まあ、おじいちゃんに、ね、休憩させてやってください、はい、ちょっと一本だけ休みたいって、一本だけ休憩なんでね、よろしくお願いします。払いました、あ、やっぱり三蔵つもぎりましたね、はい、ノータイムでですね、うん、こんなテンパいらんぞと、うん、はい、さすがですね、なんか親番ですからね、綺麗ですね、なんか打ち筋が。さあ、押田さんは、ウーパーワンを二度引きの単品一平後継、サイコロドラドラだったんですね、うん、ペンチ1を払いましたね、はい、うん、パワーもまだ引っ張ります、うん、パワーより急走の方が安全に高そうですけど、うん、一巡引っ張りましたね、はい、天保の神様のアサピンさんと初めて共演するんで緊張してます何が神様ね、恐れ多いですよね、恐れ多いです、本当に僕もあのガクブリしてます、キャラ大石さんの方が強いです大石って言ったよさあ、これで楽しい、さあ、リーチが来ました、気持ちいいリーチですね、はい、さあ、イスチーソー待ちです、理想系ですね、うん、はい、ドラは2枚生きてますよね、ドラのイーソーが2枚、しかも高め、高め、もうこれ積もっちゃったら優勝ですよ、優勝しちゃいますね最ジャンプしちゃいますね、ドラマですが、ちょっとさすがに厳しいパワーも、母親のリーチですからね、さあどうか、一発はならず、パワーじゃなくてあれが急走だったからって言って押し返せる形でもないんで、そんなに後悔しないでしょうけどね、そこのサイコロはまだポイント持ってますからね、はい、うん、はい、あれが押田谷口のポイントだとちょっと行っちゃろうかっていう、うん、そうですね、気になりますよね、パワーでもここで、ね、C1 が3枚目になってワンチャンス、ちょっとプッシュ、うん、ドラドラのいいシャンテですか、結構トータルポイントを持ってる、田の内の親リーって怖いと思うんですけどね、怖いですね、はい、もう確実にそんなしょうもないリーチじゃないと思うんで、はい、なるほど、それはみんな感じてるでしょうね、形がいいか、はい、うん、高いかっていうことですかね、ドラあんこになりましたね、ドラがあんこ、はい、これはちょっとやる気出ちゃうんじゃないですかね、真相は一見に見えますが、どうだ、ウワンが現物なんですね、そうですね、うん、ノーワン、チーワンもかなり切れてるんで、ウワン行ってもいいと思いますけど、まっすぐ行きたいのはチーソーでしょうね、まっすぐ行きたいんでしょうね、うん、自分で急走を切ってるだけに、もしくはウーピンか、そうだな、ウーピンっていう手もあります、うん、スーチーピンがかなり薄いんで、うん、もうそこ、はい、そこスーチーピン頼らずにローピン頭にして残りでやんめん作ろうっていう打敗ですね、うん、でもウーピンはドム筋ですよね、ドム筋、うん、ドム筋ですが、まあチーソーに比べるとちょっとマシですね、マシですか、はい、スーピンは、うん、まあ下はなさそうですし、はい、下はないですね、上にしてもちょっと切れてる、うん、範囲の種類から言ってますじゃないですか、チーソーはもうかなり当たりそうですね、そうですね、止めてますね、もうね、実際チーソー当たりですね、うん、
行くんだな。順目によってはもうやめちゃうってこともありますかね、うん、そうですね、まあ、このあと 2,3 順入らなければん、いいそう。あ、さあポイント、これはさあ最高のポイントはちょっと難しいですね。難しいですね。カン、カン行きました、行きました、カン、いいそうのカン、アンカンです。チンドラはキューソです。そうですね、これでマンズが入って喜んでリーチしたチーソーで宝珠っていうパターンがありますね。マンズ相当手応え感じてるんでしょうね、はい、うん、やっぱり、うん、あの3万あたりも誰も合わせるってないんで、下のマンズの方が結構、はい、いい感触あるんじゃないですか。それが正しいです。正しいけれどもそのせいで宝珠になるかもしれないみたいな、はい、なんだ、ウーピン、まあ、ウーピンさっき通してるんで、うん、ウーピンですかね、もう一度、うん、もう一回ウーピン、はい、さあオシラもちょっと復活気味ですよ、うん、はい、そうですね、シャンテン、はい、これでマンズがバタ3万が全部見えちゃったんで、はい、これでサイコロやめちゃいますかね。4万もバタバタ切られて、うーん、これでチーソーが出なそうです、うん、やめ頃ですかね、助かりましたね、むしろ、うん、まあ、もうこの辺りまで来るとチーソーにひっついても、うん、あ、チーソーじゃない、マンズにひっついてもいかない可能性もあるんで、うん、でもなんかちょっと生きてたら行きたくならないですか、はい、いやどうでしょうね。最高のポイントだとこの、うん、このチーソー本当に危なく見えるんで、今でこそもうあれなんですけど、はい、あのもうちょっと3万、もうちょっと早ければ、はい、3万とスーダンの出がなかったら、さあ押しだ、ここに兆候です、うん、さあ押しだ、3ピンは3ピン行きました、行きます、うん、取りそうですね、はい、まあ、これこそ本当にポイントない時の押しって感じですよね、うん、遠いそうだけどまだ安泰ではないっていうぐらいの牌は、あとはドラのイーソン暗冠しているサイクロンに対してのケアもありますから、はい、なるほど、あとは現物のパーピンあたり合わせてくれる可能性もあると思ってると思うんで、そこそこテンパイは取らせてくれるかなとは思ってます、テンパりました、ね、あ、これはテンパイですか、ね、そうですね、もう順平考えるとウーバーでもリアンウーバーキーで、はい、生テン、あと1回しかない、あ、詰まりました、詰まりました、リーチツモ入って裏ドラが1枚乗りましたかね、入って、あ、入ってつきますか、入ってですか、ね、じゃあ、ね、4000オールですね、はい、4000オールのつも上がりとなりました。優勝、リーチも入って裏から1枚乗っております。優勝だ、今日は優勝だ、完璧。明日は分かんないですけど、うん、さあ絶好調ですね、田の内、トップ取らなきゃいけない人が2人いる中でこれは結構戻れますね。うん、そうですね、入っていつもで裏位置でまだ取んにいけないからね、まあまあ、はい、まだいいかなって感じですけど。さあ親の連ちゃん田の内です。ドラワーパワーワンです。お、押しだもていいんじゃないですか、かなり、はい、ドラもあるし、あ、そうですね、純ちゃんまでうまくいけば見えますが、はい、そこまではいかないですかね。いや、狙ってくる可能性はありますよね、うん、1打目は普通にピンから行きました。楽しみですね。田の内の手配にドラと。まあ、田の内、田の内はなんかちょっと守備的に行くでしょうね。そうですね。このぐらいの手配だと、もうリードしてたら、いっぱいみたいな。あんまり公にこだわらないと思うんで。そうですね。うんうんうん、お、純ちゃん。これは、これもう純ちゃん、見えますね、いいシャンテンじゃないですか。美しく見えますね。はい。手紙で純ちゃんできちゃいますね。はい、曲げますかね。決まるか。曲げるじゃないですか。曲げるじゃないですかね。はい、ね、そうですよね、ピンフ純ちゃんドライチってもったいないじゃないですか、ね、なるほど。3万、さあ3色まで見ると、うん、あれですか、スーソー、あ、スーソーを残して3万ギ、スーソー残しにそんなに意味はなさそうですけど、いつの間にか考えてないですよ ね、 すね、うん、多分考えてないと思うんですけど、うん、なるほど、多分捨て牌に気を使ってあんまり並べないように、はい、3ピンが入りました、はい、うん、まあ、これはあまりいらないですね、はい、うん、さあサイコロシャアが貫通、シャアが貫通、うん、ここはまだ起きます、うん、ソーズの本一、あれ田の内なんでこんな手になってるんですか、あれあんな手配なんか綺麗になってますね、田の内が2つ統一になって本一に迎えるような、そうですね、これでマンズの本一に行けますね、あれで、サイコロ、これで手配が止まりました、うん、うわぁ、ちょっと田の内ずるくない、なんですかね、あのハイパイ60でこんなのになります、どんどん良くなってきますね、これぶつかりそうですね、そうですね、
さあこれでこれは、はい、高め純ちゃんです。高め純ちゃんリーチ、うん、はい、町はロー級1。これもポイント持ってたらダマっていう選択もあるんでしょうけど、うん、まあ、でも1人しか打ちそうじゃないんですよね、はい、2人打ちそうだったらなんかダマ点もあるかなと思います。しかも田之内も結構打ちそうじゃないですか。まあ田之内、まあでも田之内のマンズの情報全くないんで、まあ、情報はないですけど、うん、あ、一発も、一発も、はい、休めですか。リーチ一発つもドラ、うらうら、うらうら、3100、6100のつも上がりとなりました。すいませんでした。はい、リーチです。まあでも俺はリーチしそうですよね。うん、はい、うん。さあ大きな上がり連続出てますね。出ますね。はい。キャノさんは多分リーチしかしたことないと思うんですけど、結構黙る人もいると思うんですけどね。ああいうのフラットですから。はい、点数がないとあれですけど。もうピンズ止めとソーズ止めがいたら黙りますよ。ああ、なるほど。さすがに。さあ、親番変わりまして、谷口です。ドラはロー1です。谷口苦しいですね。押田さんって、押しって言われてるんですね。押田さんはすごい気さくな方ですよね。うん、大いに散々バカにされてもありがとうございます。爽やかに。え、大井さん、押田さんのこともそんなこと言ってるんですか。あ、そうだね、さっき押田さんの悪口みんなで言ってたよと言ってもいないのに言ったんですけど、ありがとうございますみたいな爽やかに言われて、そのままトイレに行きました。いい人、うん、超いい人、いい人だ。完全に受け流してる。さすがです。そうですね、大井さんの犬間におじさんのヘイトを。さあ、ドラドア今回どうですか、うん、誰かドラドアの人いましたよ。田之内ですね。また田之内、田之内ドラ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 、うん、まあ、しかもペーチャーじゃないですか。そうですね、ペーチャーですが、まあ手配はそこまでではないですかね。さすがにペーは泣きますよね。どうでしょう、ペー泣いて守備的に受けるかもしれないですね、その後。なるほど、はい、なるほど、うん、まあ、ちょっとカンパス層とか不安定なんで、うん、結構守備的な打ち手なんですね。はい、うん、若いのに年関係ありますね。みんな言ってました、なんか関係あるじゃないですか、なんかだからキャーさん僕よりだいぶ攻撃的じゃないですか。そうっすよね、うん、僕ももう若くないですけど、そんな若い人って攻撃的なんですか。なんかそういうイメージがありますけどね。若気の至りみたいな、若気の至り、ピーターパンシンドロームなんですよね。お、今何個になって、うん、さあ、ジャントを想像に求めに行きましたかね、うん、はい、うん、あ、サイコロちょっと苦しいか、うん、ちょっと今回は厳しい、うん、パワーはいらない、ドア固定、はい、うん、親の谷口ちょっと何とかしたいところですけど、ペンサンドをストレートに残していったら、ね、今嘘を引いてしまいましたが、ね、余裕がないとああいうの残せないよね、うん、さあ、カンパスを入りました。はい、これでブロックがほぼ決まりました ね、こうブロック打法ですね、うん、A は泣いても攻撃確定、これは泣きますよね。お、押田さん、純ちゃんは見ない、うん、まあ、パワーが2枚飛びでドアンドアですね。それは見ないですね、ごめんなさい。ロアンドアですね。田之内、これバックで仕掛けたりしますか。そうですね、どっか急所、うん、急所らしい急所ないですけど、ないんですけどね、まあ、ちょっと薄くなってきたら仕掛けるでしょうね、うん、はい、まあ、両方両面全然薄くないですね。あ、自力で引いた。ずるくないですか、ね、ずるいですね。これでもう盤石ですね、うん、あ、谷口も急所の3度を引いて、はい、これでイースチーピンの2度受けの方を残しました、はい、うん、イースチーピン、まあ、悪くなさそうですよね。そうですね、うん、実際はこちら押田にあんこですが、全然関係ないんですけど、サイコロ太郎って本名って来て本名だよってみんなが言ってるんですけど、本名と限りなく近いですけど本名ではないですね。あ、限りなく近いんですか。近いです、ね、あ、そうなんですか。っていうこと大体想像つきますね。想像つくかな。さあ、ペン出ました。あ、ペンが出ました。ペンをサブローピン、はい、サブローピン、
トラさんです。3号機かなり危ないですよっていう川にはなってるんですけど、打点が全く読めないんで、みんなこの条件だと押すでしょうね結構、はい、さあ押田が、さあ押田がカンパーピンでリーチです。2枚切れカンパーピンですけどね、うん、ピンズの上みんな切ってるんでかなりいいんじゃないですか、はい、自分も川も作ってあるんで、ただ最高に一面通、あえていい街と思ったんですかね。さあ玉内ここは押します。はい、はい、これで押してちょっと寒いです。嫌ですよね、めちゃくちゃ寒いですね、なんでお前が押してくるんだよって、うん、それドラサンダーですよね、そういうことですよね、はい嫌な感じですよね。さあ最高テンパイ、さあテンパイ通走はリーチには安全に切れますね、うん、さあしかし玉内の押しがあるんでちょっと、さあリーチに行きました。サイコロヤングピン待ちでリーチです、はい、玉内もテンパイ続行、親の谷口涙目ですね、うん、おこれでさあ谷口いそうですね、通走は今通ったんで、はい、さあ最高でも追いかけましたね、リーチの、はい、積もりました、わ強い、うん、さあ谷田之内、はい、2004戦の積もりです。単野をドラさん、ちょっと強すぎますね、うん、これは、はい、最高追いかけたのちょっと意外でしたね今の、うん、もう明らかに田之内の推しが、もう見えてましたからね、この状況の推しにそぐわない推しなんで、まあ打が固まっていることも結構予想できると思うんですけど、僕のイメージでサイコロ A リーグでやったんですけど、はい、ああいうの曲げてくるタイプですね、はいはい、あ、なるほど、はい、じゃあいつも通りの打ち方でっていうことですね、うん、さあ、親は押し田になりました。ドラは数走です。谷口そろ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 厳しいですね、うん、押し田はまだトップを狙える、はい、1万点差、ば第1弾何か、さあ、押し田言いそうがあんこの手、うん、3ピンから統一、3ピンから厄介の孤立も離したくない手ですよね、あれは、はい、うん、谷口はちょっと辛いですね。そうですね、ちょっと始終辛いですね、うん、はい、さあ押田どう仕上げますかね、この手ドラが数層なんで一応その前のくっつけの同層とか置きつつ、うん、まあ、トイトイとかトイトイヤクヤクとか、ヤクヤク、まあ、ダブトン重ねればトイトイまでは見なくてもって感じでしょうけど、うん、無理やり手役を狙うタイプじゃないと思うんですね、押して、はい、うん、だから2面になったらそれを残したっていうの、はい、どういうことだと思います。おさあ3番を引いて、はい、これでちょっと、まあ、染めは難しいんで、はい、チュンでしょうね、はい、こういうので強引にいかないイメージがあります、うん、あとはもう一直線でしょうね、はい、田之内はマンズですね、うん、田之内は守備も含む考えた、さあポンをしたのは押田、初をポンです、だ、はい、白すいません、さっきの実況の癖なんかちょいちょい樋口さんの喋りを奪ってしまう、あ、いいですよ、全然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 一緒に言いましょう、うん、さっきの一緒に言いましょう、珍しく実況やってしまったもんだからそうですね、先ほど実況で次は解説というなんか、はい、おしらダブトンだけは残しました打点上昇で、うん、はい、多分 もうちょっといいくっつきの候補だったらダブトン切りますか、うん、どうでしょうね、まあ、だ本当に役配1個投げてて、うん、イーソアンコっていう時のダブトン、もしダブトンで使えると一気に7700枚打点上がるんで、うん、はい、かなり引っ張るんじゃないですかこれ、コメントが、はい、遊びに一緒に行こうって言われて、田之内バンズに乗ってきましたよ、またちょっと目を離してる、あら、田之内、田之内が、田之内がまた、はい、またまたですか、またバンズに乗ってきましたが、またですか、お、さあ田之内が仕掛けて、これ面白いですよ、ペイをするしてイーシャンペン、イーシャンペンですかね、やっぱシーンも、うん、そうですね、はい、もうトップ目の打ち方ですよね、うん、はい若いのに、若いのにしっかりしてるわ、頼もしいですね、はい、僕も泣かないですけど、ね、僕も泣かないですけど、ね、多分泣かないし、ギャーさんもおじいちゃんだけど、さあ、ドラが数層で、うん、数層は引っ張りたいか、これ難しい、これ難しいですね、どうするでしょうね、馬強がいいのはピンズの方ですが、
マンズがどうですか？というかあんまり良くないんで、はい、クソは言い過ぎました。でもウーワン切るのは自然な気はしますけどね。うんはいはい、あ、切りましたねウーワン。もうちょっと難しいですね。うん、バッキュアを見たらなんかウーワン選びそうです。さあ押田さん、トンタンキ。トンタンキ天敗。直前に打たれてましたよね、確かサイコロ。はい。うん、だから割と狙い目。じゃあ狙い目ですね。そうですね、うん、まあもしかしたら田之内が持ってるかもしれないぐらいの、うん、そうですね、はい、サイコロは悩んでますね。サイコロは西、うん、西のトイツ落とし、うん、西なんですね。まあ西にあんまり上がり目はないと思ってるじゃないですか、田之内の、そうでしょうね、まあ、あの仕掛けもありますし、うん、でまだ刺さらないのは打ってもいいかっていう感じもあると思いますけど、あんまり泣かれたくないところでもさあ、かなと思押田、ここはドラタンキに受けました。ドラタンキ、はい、受けました。うん、さあ田之内ドラが浮いてますが、これが浮いてるんですよね、うん、これでも田之内からはどうですかね、出ますかね。出ないと思いますね、はい、出ないですか。押田が仕掛けてるんで、まあ仕掛けてなければ全然出てもおかしくない範囲なんですけど、見た感じではペーペーでいきます、はい、あそこでドラ切るやつはペーも泣いてます。なるほどなんとなく僕のイメージでは押田の、まあ、仕掛けはそこそこ危なく見えるんで、うん、まだ全然張ってないぞっていうふうには見えないんで、うん、そうですね。老僧手出しの後にトン手出しですか。マンズっぽくもちょっと見えます。マンズっぽくも見えますけどね。そうですね。さあ谷口ローピンを引いた。なんだこれ。なんだこれは。リーチ。リーチに来ました。嫁ちゃん、うん、ヤウパーチーピン、はい、なんか、うん、川にいっぱい切れてるように見えて多分結構いっぱいありますよね、うん、さあさすがに嫁ちゃん強いんじゃないでしょうか、うん、強そうですね。枚数数えるのが大変ですけど、うん、さあ谷口、うん、パソ4枚切れの筋はさすがに大丈夫と、うん、さあ問題はここですね。ここがどこまでいけるか、うん、来ました。来ましたね。さあ押田ここは振り切ります、うん、条件考えると、うん、そうなりますね。やっぱり、うん、町はあまり良くなくても打点は一流ですもんね、うんうん、しかも数層立てかなりよく見えてるんじゃないですか押田。そうですね、数層実際には1、2、まあ、あと1枚サイコロの手の内にありそうな気もしますけど、うん、田の内と谷内の手の内はないかもしれない。田の内は途中まで持ってないのは明らかですけど、うん、まあすね、他は分かんないですよね、ドアだけ固定も全然あるんで、数層残り1枚ですね。あってもおかしくないみたいな。さあ田の内電波に直しました。あれは役なしじゃないですか。役はなしですね。役なしペン三層は、はい、夏の地位でしたもんね。さあこれは谷口の上がりになりましたね。はい、さあ裏側になりました、谷口がピーチピンクドライチ3900で上がりです、はい、また奪っちゃったすいません、むせた大丈夫ですか難入です。さあ難入しました。親はサイコロ、大人はウーピンですもう僕もおじいちゃんなんで、はい、煽ってんの？え？煽ってんですか？うん、いやいやいや。アサピンさんは、はい、ちょうど30歳。ちょうど30です。30歳で。20代の頃が懐かしいです。うるせえよ。アサピンおじいちゃんって言われてます。いや、おじいちゃんって呼ばれるまで業界いたいですけどね。うん。あ、私は27です。27です。ピチピチの27、うん、サイコロが初あんこで、そうですね、仕掛けていくんでしょうかね、うん、みんなそれなりにまとまってますよ、うん、今回、はい、そうですね。あ、うわーパーソン引いた。もうこれは強い、ね、はい、これは強い、もう泣くことないですね、うんうん、でドラがウーピンなんで667のピンズのところを残して他のところ重なったらそっちにタッチ繰り返えようって感じですね。はい、うん、押田さんはチートイになりそうですが、押田さん、うん、チートイの決め打ちってあんましないですね、うん、あ、でも今回はちょっと決め打ち気味にドラ表示範囲に進んできました ね、 ね、さあリーチに来ました。町はリャンワンです、はい、リーチ初、これはちょっと情報が少なすぎますね。うん、押
押しでは苦しいか。あ、でもチーピンが、現物のチーピンが統一なんですね。ということは、結構みんな回れそうかな。さあ、谷口さんもチュンチュンでしょうね。イーシャンテネスアップはチュンチュン、ちょっと粘れそうな。そうですね、チュンチュンの後にリャンピンあたり、とりあえず押してみてっていう感じになりそうですね。そう、あんまり谷口にとってはサイの親を流すっていう行為はそんなに、うん、意味がない、はい、自分が打点ともわないとダメなんで、やっぱりトップ取りたい2人、まあ、谷口さんと押田さんは、うん、やっぱり今の田之内との点差の方が大事になってくるん で、 そうです、ね、この最高の親で、まあ、4000オール1回上がれたところでそんなに関係はないと、うん、なるほど、はい、満々に準ずるクラスで押し返すことはあっても、はい、ね、安手で押し返すことはないですよね、うん、かわしに行って無理をするっていうことはないですね、うん、田之内もトップなんでかわしに行くことも考えられないっていうことは結構時間もらえるかもしれないですね、はい、なるほど、積もる時間、うん、まあ、これは最高だ。もし点数持ってる親だったら話は変わってきて、みんな、ね、あの正確な人もいますよね、はい、みんな潰しに行くんですけど、うん、さあここでちょっと選択どうでしょう。うん、あ、もう完全にやめましたね。やっぱりここの親と戦う気はあんまりなさそうですね、はい、うん、そうなっちゃいますよね、うん、あ、でも押田はちょっと言ってますよ、うん、本当だ、うん、タイヤ落ちいや、周りはサボらないですからね。タイヤ落ちいというは勝負手って言われたね。やっぱりもうこの状況になってくると思う。あ、結構押田本当に麻雀サボんないですよ。サボんない、あのサボんない、あらゆるところで何かの可能性を狙いますよね。キャラさんサボるんですか。僕は結構サボっちゃう。めんどくさいなと思ったらサボっちゃう。僕補充した次の曲よくしゃぶっちゃうんですけど。そういうこと。心折れちゃう。メンタル的なもので。なんかまあいっかって思っちゃう時が結構あって、ね、石田さんこういう選択すごいなって思う。そうですね、粘りというか、ミユ最強ですからね、多分。そうですよね、最強、うんうん、まあ、本当に僕もね、押田さんと一回押田さんの話いろいろ聞いてみたいと思うんですけども、はい、だいぶ成績異常にいいですもんね、異常に、異常に、あ、そういう方なんですね、うん、何十年間、はい、そんな人に大井さんは言うわけですね。そうそう、ああいう失礼なこと言う。まあ、大井さんも異常にいいですからね。まあ、そうですね。あ、馬が出ましたね。はい、はい、リーチ初、プラダラは乗りませんでした。田之内は補充しましたね。はい、2700。まあ、手相は苦いないですね。さすがに、はい、ごめんなさい、親番でしたね。3900の出上がりになりました。これは脇2人はにっこりですね、うん、まあ、3900ですけど、はい、お、最高の手、2色、とりあえず2色できてます。とりあえず2色できてます、はい、あ、さあ、田之内が面白そうな、またドラトイツなんですけど、おかしくないですか。今回のドラトイツはドラトイツでした。ちょっと生かしにくいんじゃないですか。あ、でも薬杯トイツです。初のトイツだ、うわ、はい、そうなんですよ、薬杯トイツで2回に1回ドラトイツじゃないですか。ですね、はい、2回に1回行ってますね。マジですごいな。いや、でもギャーさんも勝つときはそんなもんですって。いや、そうですね、勝つときは、はい、間違いないです、はい、勝つときはそんなとこずるいって言われて勝ってます。むしろずるくないと勝てないですからね、僕とか。大体みんなそうですね。皆さんお強いですからね。なんかこう運がある人が勝つようなイメージがありますよね、うん、サイコロは多分先制リーチを打ちたすぎる感じですね。だからさあ少し調校します。カンローは残そうですけど、打ち先制リーチを目指すのと関係あるそうですねみたいな感じですね、はい、うん、さあ田之内一目ずつできましたね。できましたが、はい、またそうしました。ポンとかやっちゃうんですかね。ポンとか来たらもうちょっと、うん、もうサイコロもイーシャンですからね。ビータク友添さんが8000オール8000オールを積もり返す。おい、トップ目に立ったってわけですね、うん、ついにあのまくられた方相当あれでしたけど、うん、そうですよね、うん、先ほどさっきのそうですよね。まだ諦めてないですね。諦めてないですね、うん、まあ、ここでトップを取ってっていうことですよね、うん、友添さんも、うん、
さあ押田は丹谷に向かいました、うん、シータクの方も現在の何一局の状況が出ております、うん、加藤さんが頑張ってますね。加藤強かったですよね本当に。先ほど対局されていたメンバーが現在トップ目にそれぞれ立っていると、なるほど、なんと状況になっております。本当だそういうのあるんですかね対局が終わってほっとして、はい、オカルトに目覚めた配信が終わってほっとしてみたいな、そういうのはないですかね、うん、さあ最後ドアのトーンを引いて数層切り、数層切り後の参道出やすさとかもあるんですかね。田の内はトーンはポンはするんでしょうか。トーンですか。トーンは、はい、今トーンをポンすると厄介が発しかないんですよね、赤1枚出てると、結構しないような気がしますね、うん、しない選択トーンを出た人にもケアする意味でも、はい、トーンはスルーするような気がします、僕の予想です。なるほど、なるほど。あとは田の内は結構その全員の安牌の枚数が数えながら打つんですけど、今回だと、まあ、最高の安牌チーピンぐらいしかないんで、他にもそんなに安全に消えるところもないですし、そらく無意に手配短くしないと思いますね。じゃあ初も泣かない可能性もある。初ももうこの形だともしかしたら泣かないかもしれないです。あ、かもしれないと。あ、出ましたね、スルーですね。トーンはスルー。トーンはスルー。でもこれで、ね、最高の安牌ができたんで、今度は仕掛けやすいですね、はい、なるほど、あ、そういうことですね、まあ、もちろんサイコロ以外の人もちょっと気にしながら打ってると思いますけど、はい、この点数状況だとドラ無理やりドラカンとかに出てくる可能性ありますもんね、はい、うわっと、うわー、自分で引いてきたやったー。3ピンとピンズの上も結構いいんじゃないですか、見た目は。さあ、テンパイ入りました。押田リーチ、リーチタンヤオ換算腕のテンパイです。はい、でもこれ多分馬強判断とかほとんど入ってないと思うんで、はい、もうシステマチックリーチですね、はい、うん、そしてサイコロの E1 もチーピンも厳しいですね、うん、はい、どうしよう、どうする。でもサイコロは、サイコロは選択肢がある、ありますね。降りてもまだいけるかもしれない、うん、一旦 E ピンって言ってもありますね、復活も見ながらの E1 を押しました、押しました、行きましたね、うん、さあ田の内はどうでしょうか。まあ確かにラス目ですけど、まだ余裕はありますよね、はい、ボーダーに。谷口ドラのトーンを掴んで、うん、イーソーも危ない、うん、一旦急走パーピン、うん、もう完全に手締まりしましたね、うん、谷口の手だったら、谷口のポイントだったら、うん、ちょっと行ってもいいですね、ちょっと行きたいところですけど、ただでも、うん、どう何に行くのかっていう感じはしますけど、うん、チートイツですね、チートイツでしょ、うん、田の内は行かなそうですね、はい、ビタ止めですよ、うん、さすがですね。打つことあるんですか。ないです。ないです。さあサイコロこれでちょっとマシないいシャンテンに復活。はい。はい、辻のランド勝負ですね。サイコロに関して、あ、三万出ました。テンパイして出ましたね。はい。そうですね。はい、リーチタンヤオのみですね。はい、2600は2900。まあドアドアのテンパイだし。オシナに対しては多少リスクを負ってもっていう感じでしょうね。なるほど、なるほど。点差はちょっと詰まってきましたけど、詰まってきましたね。むしろリスクを負った方が上がりも潰せてっていうこともあって普通に押したんじゃないですか、うん、はい。そして親番は田の内です。ドラはリャンゾーです。何から何まで田の内さんの手のひらってことですね、うん、まあ交流したくてしたわけじゃないと思いますけど、まあ、最高さんのリーチだったら絶対行くと思う。まあそれそうですね、はい。谷口さんのリーチに対しても言ってないかもしれないですけど、押田さんは、まあ、今一番点差も近いところだから逆に行こうと、うん、なるほど。あとサイコロプッシュがあったから、はい、あのちょっとそれそうですね、で行ったんじゃないですかね、うん、さあ今回田の内、リャンゾー、ドラは1枚のみです。1枚しかない、はい、1枚です。ついてないですねむしろハイパイに1枚ある期待値も楽しいですけどねまあそうなんですけどだいぶただメッツは結構ね、できてますね。すでにイシャンテンのサイコロはもうチートイズコペですね、ここは。はい、は田の内もいい。カンロス入って。谷口はちょっと他3人には遅れてる感じ。押田はいいんですよね。押田がほら。あ、いいですね。両面のイシャンテンですよ。はい。
あ、もうサイコロテンパイ。テンパイリーチが入りました。サイコロリーチチートイツ Q1 短期のテンパイです。筋トイツですね。はい。はい。はいじゃないですか。筋トイツですか。筋トイツですけど。はい、筋トイツです。はい。あ、ここはストレートに行きましたね、もう。順目との兼ね合いでこのぐらいなら、はい、うん、リーチに見合うかなっていう判断でしょう。田の内は安牌ないんですけど、数ピンのまたぎの2ピンを引きましたね、はい、うん、9番はまだ山に3枚です。山さん、はい、こういう筋トイツってむしろあれですけどね、ローバン後筋になりにくいから若干だけ損ですけど、うん、まあ、だから別にしますけど。さあ、リーチが来ました、おしら。あ、通りました。おおっと。リーチつもチートイツ。ではなりません。はい、1600、3200のつも上がりです。全然なかったです、うん、はい。これはでかい。おしらさんもね、すぐ追いついたんですけどね、うん、いい手で、はい。そうですね。追いつきましたか、サイコロの上がりとなりました。親、はい、番変わります、谷口です。ドラはチーワン。筋トイツですよ。筋トイツですよ、やっぱり。筋田さん習いましたもん。ええ、私も習いました。ね、うん、筋で持ってると他の人が上がりにくいって言ってましたけど、さっき9は全く関係なかったですよ。はい、はい、谷口さん、ちょっとここが最後の問いですかね。そうですね。そうですね、ここでちょっと。上がらなかったら、そうですね、確定みたいなもんね。はい。はい。なんとしても。最高の手が、田の内の手も、うん、みんなみんな良くないですか。田の内いいな、うん、攻守兼用のいい手ですね。はい、谷口も悪くはないんですけど、ツモ次第ですかね、うん、和歌山の星って言われてますよ、谷口さん。和歌山の星、和歌山の星。谷口系コメントが、応援コメントが、それは地元の期待を一緒に浴びてってことですか。そうですよね、応援コメントの数だけ強くなれますから、うん、マジか。はい、お、僕とか結構罵倒されるから弱いんですよ。どうなんでしょうね。最近リアル勝った覚えがないんですけど。あ、ありがとうございます。私も頑張りいただきました。もう応援の数だけ頑張れます。応援の数だで勝てるんだったら僕もっと勝っても良さそうな気がするんですけど。応援からかしらハゲハゲハゲ。応援です。応援ですけどね、うん。今日少ないですね。うん、良かったです、はいはい。意外とね、いい感じしてますよ、近くで見ると。はい、まだ大丈夫ですか。うん、まあ、桜さんも結構危ないかもしれないですよ。僕は危ないって言われてますからね。コメントありがとうございます。矢島さんにこの前危ないって言われました。まだまだ大丈夫ですよ。いやいや、はい、コメントありがとうございます。沼主麻雀出ます。谷口さんが、はい、イーシャンテンまで、あ、ヤンシャンテンか、ごめんなさい、ね、うん、押し出さん、テンパイ、テンパイだけど、うん、うん、崩しに行きましたね。まあ、ワンズドラもチーワンですし、受けもあるんで、うん、まあ、引いてもいいし、待ちになってもいいしっていう感じでほぐしに行きましたね、うん。もちろん3ピンくっついてるんですよ。結構今の手順面白いですからね。いいですね。ドイツをほぐして、はいはいはい、うん、ローワンも切ってますもんね、うんうん、あ、素敵ですね、うん、横が好きみたいな。さあ、田の内はかわしに行きます。はい、はい、スーソーチーです。イーシャンテン。ひぐみ手振ってって言って、手振ってもね、見えないですか。見えないからね。振ってるよ、今振ってるよ。あ、違いました、はい、うん、これは谷口厳しい、厳しいですね。押し田が、押し田が今にも張りそう。あ、これはでも、ね、これはどうします、つもりますかね、うん、もう E ピンが2枚切りなんですね、うん、ただ掃除の下が少し、うん、さあ3ピンを選択しました。3増量増引きをちょっと見ましたかね、うん、まあ、もしくはストレートにそのまま振り点積もっちゃうこともなくはないです。現在サブローは振り点ですが、まあ役なしなんで関係ないですよね、はい、うん、なかなか思い通りにならない感じですね、はい、そうですね、さあ、サイコロテンパイ、サイコロテンパイ、
B1 に行きました。ドラムペンチ1で B1、はいはい、さあこちらも点、うん、崩しましたね、はい、さあどうやって生きてるんですか。ドラマですね、はい、2枚あるんじゃないですか、はい、いや、あ、2枚ありますよ。で、押田はあ、こんな、こんな先輩ハンリハンワン先輩一旦でも言いそうの方ですね、うん、どうせ満足上伸びてもまた E1 いけるんで、ね、はい、ドラ引いたら3面じゃないですか、はい、はい、出上がりの効くハンリハンワン、うん、はい、ドラの G1 は2枚来てます。まあ、ただうちここは先輩も崩しております。うん、谷口厳しい、やんぞキューピードローピンローピンのゲームスですけど、キューピードはい、キューピードが出てました。そうですね、むしろ、まあ、下にスライドできる方を選びましたね。そうしたヤンピア勝負、はい、勝負モーションでしたね、うん、押すときは押しますね、押田さんは結構押すっていう前を聞いてます、はい、はい、さあ、チーはまだいます。流れた親番と考えたら降りることも選択肢に入りそうですけどね、うん、そうですね、全員1万点圏内なんで、うん、谷口も、ね、まあ、ここ降りてもトップはまだ可能性は残ります。無茶をするよりはって考えてると思いますね。なるほど、るうん、うん、この急走はかなり危険入り、いったー、でも行く数走先に切ってパーソー宣言入りリーチって6急走かなり怖いところです。かなり怖い。さあ3ピンを注意して、はい、田之内が張り返した、はい、しぶといですね、転敗しましたね、はい、うん、いい数ピンです。サイン怖いでしょうね、怖いでしょうね、うん、かなり、はい、ただ、ま、リーチって言われないでないのであんまり高くないとか、うん、間違われかなっていう印象はあると思うんですよね、はい、本当にやったらぶつけられますからね、うん、はい、さあどうか、チはまだいます、いるんだ、います、はい、惜しい、さあ積もりましたが逆がありません、どこをEピンでいいかなってちょっと確認しながらEピン、うん、はい、まあ、数ピンは打てないんですがしょうがないですね、一旦こうするしかっていう感じ、うん、これが最後の推しの積もは、そう惜しい、さあどうか、Q1 じゃない、積もり返す、入って、U1、これは打てない、どうですか、これはちょっとどっちも打てないですね、U1 スーピン、ヤンピンすか、うん、ヤンピン、しょうがなくヤンピンですね、はい、はい、さあ、田之内粘りましたが、テンパイできませんでした、しかし、最後の親が流れてしまいましたね、押田、はい、うん、谷口、サイコロ、押田、サイコロの2人テンパイです、谷口、カニ積もり上限ぐらい残ってますか、羽つも条件は満つも条件残ってると思いますよ、はい、タロチ上ですよね、供託1本ありまして、はい、全員1万点圏内やってタロチがさっきテンパイ取れなかったんで、はい、はい、じゃあ満つも圏内残ってますね、満つも圏内です。さあオーラスですね、はい、親番は押田、ドラはリャンピンです、はい、上がりやめがないので押田はもうちょっと高い手でなんとか、そうですね、連打したいですね、そうですよね、うん、これ満足に寄せますか、そんな余裕はなさそうですが、とりあえず、まあ、はい、あのいいピンズ想像切ってですかね、サイコロはドラドラ、うん、今回ちょっとみんなはそうですね、はい、そうですね、三眼積もが必要な谷口も多分ちょっと遅くなると思います。なるほど、最高と田之内が7600点差か、はい、7600点差で押しだと6400点差、はい、うん、供託もあるんで1200で押し上げますかね、どうですかね、軽く上がりたいのが田之内しかいないですね、うん、はい、うん、まあ、サイコロに関してはもうちょっと選択ができる立場で、ラスも、うん、まあ、ラス抜けっていうことはそんなに考えないかもしれないですけど、谷口がおそらく三茶浮上の上がりはしないと思うんで、うん、あ、そうですよね、はい、そうですね、はい、確実にトップ、トップを狙ってくる、はい、というのは織り込み済みだと思う、なんでそこまで焦ってはないと思いますけど、
もうラスキックでいきたいですよね、はい、ただ1着順上げに行って、はい、単位アドアドア仕掛けるっていうことも考えられますね。考えられますね、うん、むしろ最後のジャンプから言うとそういうのが多いかなと思って、はい、思ってるんですが、うん、どうでしょうね仕掛けますかね、うん、ちょっとまあ手配と相談でしょうね、うん、まだ田の内はちょっとこの手は苦しい、うん、苦しい、そうですね、はい、どうやってしのごうかって感じ、はい、谷口、谷口ここに来て谷口来ました、来ましたか、マンツもちょっと見えてきましたよ、見えましたね。谷口は現在、うん、トータルでマイナス118点、ダブルは残すのね、満々、はい、のポイントなんで、はい、はい、もう田の内この曲はもうちょっと他の人の上がりでトップ逃がさせてくれることはほとんどないと思います。イーワンオーポンですね、押田、はい、押田は夜会を重ねてすかさずイーワンオーポン、うん、もう一つですね、フットワーク軽いですね、軽いですね、さすが押し、田の内はちょっともうこれ2着でもしょうがないなって思ってるでしょうね、うん、この手配だと、うん、谷口親が軽くレンチャンしてくれる分にはいいですよね、はい、それだとまあ、うん、いいのはいいですが、はい、最悪3着までいっちゃう可能性もあるんで、良し悪しですね。あ、まあ、確かにそうですね。はい、田内の今のポジションだと。うん、あ、さあ、なんかもちもちになりましたね、これで。これでドアを固定して、ダメなドアドアに向かいますね、はい、うん。もちもちになりましたか？もちもちですね、なんか。これはきついですね。そうなると、うん、ちょっと、谷口の出番ですね。どこの星でしたっけ、うん、和歌山の星、和歌山の星、はい、和歌山の星出番ですよ、これは、はい、完全にチャンスです、うん、はい、谷口タイムと、おっと、なんもちもちでしたが、すいません、サイコロの方がチャンスになりました。さあ、これでどうします、パーツの選択、サイコロが、これは5ブロックダウンするんだったらウッパミがサブローソーとか気になるんですかね、うん、何の本も備えると、うん、どうしますかね、悩ましい、一番ダメそうな両面を払うんですか、妥協が悪いところを払っていきますね、うん、ソーまあ、枚数出てるんですけど、ソーズは結構安いんでそちらの方を残しましたね、押田が紙でマンズっぽい仕掛けっていうのもありますよね、はい、さあ谷口、ここは3万切りか、さあ少し考える、下の押田に泣かれない範囲みたいな感じでしょうね、マンズですからね、そんな余裕もそんなにないとは思うんですけどね、そうですね、うん、点数で自分のマンガンを多分今度は先に切った方がいいんですか？いやー、おー、ローソー、ローソー選択、もう先に切っちゃうってありますけどね、うん、もうどうせ自分が上がれないためなんで、しょうがないって言って、うん、さあ、ここでジャンメを並べます、はい、これはジャンメリーチが早そうかな、さあ、田の内は慎重に、はい、さあ、これで関数ピンはうん、一枚飛びですが、まだ使えるターツ、うん、そこで3番、これチーですね、うん、チーですね、チーして、うん、イーシャンテンですね、はい、うん、まだまだやろうって思うでしょうね、2層ぐらいだと、うん、自画自敗をがっちりガード、うん、チューン、チューン、一枚入れ、危ない、行きましたね、行きますよ、はい、もちろん行きますで、サインももちろん行きます、田の内だけは行かない、さあどうか、もうこれもプッシュ、うん、はい、もし脳天ありえますよ、これありえますね、これは脳天だと、田の内のトップ、田の内のトップになりますかね、はいはい、なんとペでしたっけ、南平ですね、はい、1枚生きてるんですかね、田の内がガードしながら、うん、はい、残ってる勘違いは相当弱いんで、あ、これです、ペーが今出ました、これはテンパイだ、うん、さあペーでテンパイが入ります、町は勘違いです、サインも切りますよね、そうですね、はい、もうこの手ですからね、はい、9番、あーっとパーソットで急走がもう4枚切りですね、なるほど、急走4枚切りだ、あ、でも行くな、行っちゃうな、まあ行くとはいえテンパってから行こうって感じですね、ふ、うん、はい、って感じ、再テンパらないんだ、うーん、急走良かったと思ったんですけど、バタバタ切られました、はい、まあ、G1 が結構いますね、あ、さあここで、谷口、うん、もう4枚目のスーピンは仕掛けてテンパイに行けましたね、はい、上がらないテンパイですか、はい、そうですね、上がりきないと思います、はい、
形式転廃形式転廃じゃないですか、形式転廃みたいなので、うん、点差を詰めてみたいな感じですね、うん、それぐらい大事な局面ですよね、はい、うん、でも周りからしてみると谷口漫画なんかとかちょっと思いますね、サイコロ以外は、うん、サイコロさん以外はそうですよね、はい、うん、サイコロにはまあ経典に見えるから、うん、あのスローワン9番いきました、お来ましたね、さあこれは合わせる楽地と全然安全そうだよね、全然根拠はないと思いますよすごいすごいんですけどさあこれ天敗、ああ、はいはいはい、ローワンと9番、ローワン9番乗せました、さあ田之内 も仕掛けて、なんといいシャンテン、ちょっと粘ります、粘ってました、粘るな、うん、うん、ああ、これはどうだ、行くの、うん、これはで今ちょっと行きそうになってましたけど、どうですかね、まあ、打っても2球、残球2球、残球、残球ですよね、残球ですね、これ打ちましたね、はい、はい、本一3900ですね、3900は4200手上がりとなりました、確かに天敗の点でかいところですよね、はい、でかいですね、でかいところですが、はい、どうなんですか、行くんですか、うーん、ちょっと通り過ぎたのもあったんで、通り過ぎたんで、はい、うん、難しいところですけどね、うん、はい、チーソーウーソーって言ってる間に天敗復活する可能性もありますし、うん、それを狙いそうだったんですけど、そもそもローワンか打たないかな、うん、分かんないです、分かんないです、それが楽しいのか分かんないです、うん、さあ親の押しだ連チャンとなりました、ドラはローソーです、ちょっと G1 通るっていう読みの根拠は何もないんで、うん、はい、で現在トップ目が押しだに変わりました、はい、押田はまだ加点したいですかね、トップで伏せますか、いやどうでしょ う、ね、しょうか、ちょっとマイナス110いってるんで、うん、このトップでもきついと思ってると思いますよ、うん、きついとは思ってますけど、押田って結構そういう計算綿密にするんですよ、はい、あのだからあの親番でここで加点するよりこのままトップで伏せてもあのあと何ポイント差って、はい、毎回綿密になってますからねじゃあ伏せる可能性も全然あるということですね、残り時間は3分、指針公認の時僕は足だったんですけど、押田さん1人電卓を持ちましたので、計算してましたからね、他の2人は諦め気味だった、まあ、そういうのを長年やってるからこそ体育の量の積み重ねが多いですね、強いんでしょうね、まあ、これで38ポイント今のトップで取ると、はい、まあ残りが約、60、うん、ちょっとでまあプラスマイナス0と、そうです、はい、うん、6万点トップ必要になっちゃうぐらい、ね、そうですね、まあ、6万点トップでイーブンっていう感じですよね、プラマイゼロのモーバーなんで、はい、であと最終戦まで持ち込むのは直対なんで、はい、あのそんなデカトップじゃなくても、うん、あのライバル相手をラストに沈めてのっていうのがあれば、うん、並びをそうですね、まくれるんで、はい、そこまで無理はしないかもしれない、ね、さあ田之内チー、うん、リャンピンをチーして何が統一なんですね、うん、何がもちもちと、うん、初ですね、あ、失礼しました、はい、初でした、最高の手がいい、あ、シャーも重なった、シャーも重なって、はい、お、本一、うん、ですよね、はい、はい、トップ向いたんじゃないですか、さあ谷口、うん、これはもう今リスクないですからね、その着地落ちる、あの完全にないわけじゃないですけど、はい、田之内は狙いに行ってもいい点数上昇、ね、そうですね、もともと結構あのターンのバックじゃなくて本一で着順上げにいってると思うんで、うん、はい、さあ初もなりました、初をパコンして、うん、イーシャンテン、シャア直前で2枚ゲーになっちゃったんですけど、うん、はい、初がなけたらもう十分系ですね、これ、はい、残金は十分負けます、これで押田もちょっと上がりにいかないとなんないか、まあ想像の時は消したくないですねさあ、田之内天敗ウーパーピン、はい、ウーパーピン天敗です、最後は、お、サイコロがサブローワンの天敗入れました、はい、最後は先手上がると、ね、うん、そうですね、はい、はい、今もうあのさっきの
50で出すになったんで、ここは、そして押田もなお振って激しいですね、激しいですね、激しい、カンパースト最高はもう本当に1着順上げることがすごい大事なポジションですし、うん、大事です、はい、当然の仕掛けですね、うん、あ、パーピン、お疲れ様さん、はい、はい、これは初本一3900は4500、そして田の内、うーん、いいじゃないですかこれ、田の内トップ、うん、田の内トップ、はい、ジャンプアップも狙える位置に、狙えそうです、はい、毎回トップなんですよ、ね、ちょっと強すぎますね、はい、しかもなんか危なげないですよね、なちょっと危なかったですよね、このハンちゃん、あ、そんなリスク負ってましたっけ、まあ、あのちょいちょい放銃もしてましたし、サトエンス持った後に、あ、でもサマー放銃はしょうがないかなと思うんですけど、うん、いいですね、田の内、さすがチャンプ、はいって書かれてますね、4連勝ではないですけど1回2着から挟んでますが、はい、いや、それにしても、いや、放送卓でも強いですね、強いですね、はい、はい、お届けいたしました、4回戦の対局終了いたしました。1着が田の内、2着、押田、3着サイコロ、4着谷口となりました。解説の皆様いかがだったでしょうか。強しですね、うん、強しですね、まあ、リスクの追い方が結構やっぱり、まあ、あのポイントによってみんな変わってくるんで、押田さんの押しだったり、うん、まあ、西郷さんがもうこの辺から勝負いってたって感じですよね、ポイントも、そうですね、はい、そうですね、ちょっと意外でしたね、ちょっと意外なぐらい言ってましたけど、うんうん、はい、というわけで、田の内がジャンプアップの可能性がかなり見えてきたということで、はい、はいはい、次の5回戦に挑むわけですね、はい、顔長いアサピン顔長いえ大丈夫ですか、はい、はい、では続きまして5回戦の模様をこの後お送りいたしますが、対局準備がございますのでこちらをご覧になってお待ちください。